西武一は、日本の陸軍軍人、家族。最終階級は、陸軍大佐。愛称、通称は、バロイ西。1932年ロサンゼルスオリンピック馬術、障害飛び越し競技の金メダリスト。西が獲得した金メダルは、2021年現在、夏季オリンピックの馬術競技で、日本が獲得した、唯一のオリンピックメダルである。 帝国陸軍将校として騎兵畑を歩んでいたが、後に戦車兵に転化し、第二次世界大戦末期の妖刀の戦いにおいて戦車第26連隊長として戦死した。男爵、西徳次郎の三男として東京市麻布区麻布郊外町にて生まれた。母は、精妻ではなく、生後すぐに家を出された。父、徳次郎は、 外務大臣や数密顧問官などを歴任し、中心講師時代には、義和団の乱処理に当たった人物であった。また、義和団の乱の処理の際、真の生態校から信頼を厚くされ、中国茶の専売権を与えられ、巨万の富を手にしたと言われている。学習院幼稚園を経て、学習院初等科時代は、近隣の番長小の生徒と喧嘩を繰り返す、暴れん坊であった。 1912年には徳次郎が死去し、同年3月30日、その後を次当主として、男爵となる。後見人は、西伊佐治。妻となる武子の祖父は、河村住吉海軍大将。父は、伯爵、河村哲太郎であり、武子の長子、須屋子は、坂本三之助の子で、第二次世界大戦中の中水スコー時に、終戦工作に奔走する。 坂本水尾に嫁いだ。武子の次子花子は、柳原白蓮のいぼ兄である、柳原義光の5歳。子に、長男の安則に、長女と次女の三つ子。1915年4月、外交官であった父の医師を継ぎ不立一中に入学。同期には、小林秀夫、坂古水久津ねらがいた。その後、 不立一駐在席中から1917年9月、広島陸軍地方幼年学校に入校した。西と浦主による、車越え1920年には、陸軍中央幼年学校本科に進む。同期に、名古屋陸軍幼年学校主席、辻正信、陸軍中央幼年学校余科主席、高谷悦夫。1921年4月。 陸士陸用の制度改編で重要本科を半年で終了すると新設の陸軍士官学校予科へ第36期で入校した。陸士予科では希望陛下として帝国陸軍の花形である騎兵を選択。卒業後は士官候補生として世田谷騎兵第一連隊に配属され退府勤務を経て陸軍士官学校に入校。1924年7月。 陸士本科を第36期生として卒業、見習い士官として現代の騎兵第一連隊夫となり、同年10月には陸軍騎兵将尉に任官。1927年9月に陸軍騎兵学校を卒業し、同年10月には陸軍騎兵中尉に進級した。ロサンゼルスオリンピックにて競技中の西とウラヌス金メダリストの西は、 子供の着物の柄にもなった1930年に出場が決まったロサンゼルスオリンピックのために半年間の休養を取りアメリカ合衆国とヨーロッパへ向かったこの際にヨーロッパへ向かう船内で当時の世界的スターのダグラス・フェアバンクスとメアリー・ピックフォード夫妻と親交を持った3月に西はイタリアにて後に終生の友とも言うべき存在となる相場 ウラヌスとの運命的な出会いを果たす。西は6500イリラでウラヌスを自費購入した。西は、ウラヌスと共に、ヨーロッパ各地の馬術大会に参加し、数々の好成績を残す。さらに1932年の奈良市の騎兵第16、連隊不陸軍騎兵注意時代、騎兵官などを歴任した、大島又彦陸軍中将を団長に、 木戸春蔵陸軍騎兵将皿帝国陸軍の出場選手一同と参加したロサンゼルスオリンピックでは西は鮮やかな手綱ばきで裏スを買って馬術大障害飛び越し競技にて優勝、金メダリストとなる。なお、これはアジア諸国として最初のまた2021年に東京オリンピックが閉幕した現在においても日本勢が オリンピック馬術競技でメダルを獲得した唯一の記録である。ベルリンに赴く陸軍騎兵隊時代の西と見送りの最初最後の障害で、ウラヌス自身が自ら後足を横にひねってクリアしたこともあり、インタビューでは、ウィーオン分かったと応じている。この活躍とその羊や性格から、西はバロイ西、呼ばれ欧米、とりわけ上流階級の名士が集まる。 社交界で、また、当時人種差別感情がもとで、アメリカで排斥されていた、在米日本人や、日系アメリカ人の人気を集め、後に、ロサンゼルス市の名誉市民にもなっている。なお現地で行われた金メダル受賞パーティーでは、ダグラス・フェアバンクスと再会し、友情を温めるとともに、金メダルを祝った。西とはスコット翌1933年8月には、 陸軍騎兵隊員に進級、陸軍騎兵学校の教官となる。西は1936年のベルリンオリンピックにも参加しているが、ウラヌスと望んだ障害飛び越し競技では、競技中落馬し危険している。オリンピック数ヶ月後の同年11月には、日独防協協定が締結されていることから、この意外な落馬には主催国ドイツの選手に金メダルを譲るために、 西が図った便宜ではなかったかという憶測が当時から流れていた。西は同大会では元競争場のアスコットと共に総合馬術競技にも出場し12位となっている。このベルリンオリンピックの後、西は騎兵第一連隊の中隊長として本業の軍務に戻る。日中戦争開戦後の1939年3月には、 陸軍騎兵少佐に昇進し、軍馬の育成などを担当する、陸軍省軍馬補充部の十勝支部員となる。第一次世界大戦が終わり、第二次世界大戦の開戦に向けた、軍閣時代の1930年代当時、時代の流れとして、世界の陸軍においては、騎兵部隊が削減され、代わって、自動車化風評部隊や、近代的な戦車兵、 戦車部隊が新設されていた時代であり、同時期の帝国陸軍においても、乗馬中隊と装甲車中隊とを組み合わせ、その機動力により、戦闘石膏を行う偵察部隊である捜索隊が新たに編成され、また従来の騎兵連隊も一部の連隊を残し、多くは同じく機動偵察部隊である捜索連隊や戦車連隊に改編されていた。 太平洋戦争開戦後の1942年11月、西は第26師団捜作隊長、さらに1943年7月には第1師団捜作隊長を歴任している。1943年8月、西は陸軍中佐に昇進、また、戦車兵として1944年3月には戦車。 第26連隊の連隊長を拝命、満州国北部防衛の任に就いた。戦車、第26連隊は当初は、サイパンの戦いに参戦する予定であったが、現地守備隊が早々と玉砕したため守備隊が再編成され、1944年6月20日に、伊王島への動員が加齢された。戦車、第26連隊所属の95式系戦車。 硫黄島の戦いでアメリカ軍に露覚されたもので、砲塔側面に舞台マーク、丸に縦矢印が見える。26TK は満州から日本経由で洋島へ向かうが、その航路においてアメリカ海軍が東急潜水艦、小アの来撃を受け、28両の戦車ともども、輸送船、未知、ひで丸は沈没。8月、戦車補充のため一旦東京に戻り、 東京川崎財閥の御蔵市で親友であった川崎大二郎の車を借用して駆け回っていた。その折、馬事公園で余生を過ごしていたウラヌスに会いに行き、ウラヌスは、西の足音を聞いて協議して、馬が最大の愛情を示す態度である、首をすり寄せ、愛好をしてきたという。その後、伊王島へ戻るが、映画、伊王島からの手紙では、 同じ騎兵出身の栗林忠道陸軍中将と意気統合したことになっているが、実際には確執もあったという。貴重な水で戦車を洗っていたことを栗林がとがめ、厳罰を要求したが西がこれを跳ねつけたためという。ただそれは、老い立ちの違いから来る異世であり、両人とも伊予島守備に当たる将兵の人気は高かった。戦車。 第26連隊所属の97式中戦車、硫黄島の戦いでアメリカ軍に露隔されたもので、現在はアメリカ陸軍兵器博物館が所蔵。1945年、硫黄島守備隊として、小笠原兵団直轄の戦車、第26連隊の指揮を取ることとなった。硫黄島においても愛用の無を手に、エルメス製の乗馬長靴で歩き回っていたという。 丸満集落付近にて展開していた連隊本部は先端が開かれる前に東地区に移動地形上の関係から装備の97式中戦車お及び95式軽戦車の一部車両の砲塔を取り外したり車体をダグインさせ偽装したりして統地下や砲台代わりに使用するなどした混成第二旅団が主人地とする玉名山の側面 南海岸に押し寄せるアメリカ海兵隊第4、海兵士団、及び予想される、沖縄戦のために温存されながら多摩名山の全面、元山飛行場に、予備部隊として新たに押し寄せてきた第3、海兵士団の両海兵士団に所属する、M4 中戦車と撃滅戦を展開した。なお、この伊王島での戦闘で、西は戦場に行きされたアメリカ軍の兵器を、 積極的に露覚し、整備、修理した後それらを使用して優先したと伝えられている。戦闘末期の撤退戦の中でもはぐれた兵士を洞窟内に入れることを拒絶する多指揮官が多かった。中、西は一緒に戦おうと受け入れたという逸話も残っている。また、上記の伊王島からの手紙でも描かれた、負傷したアメリカ兵を尋問の後とぼしい医薬品で、 できるだけの手当てをしたこと、母親からの手紙がその米兵のポケットにあった、といったエピソードも、証言として、王の薫、白山三郎、RF ニューカムなどの著作でも触れられている。アメリカ軍側では、ロサンゼルス五輪の英雄であった西を知る者も多かったため、バロン西、我々はあなたを失いたくない。出てきなさいと、日本語で幾度となく、 西に投降を呼びかけたが、西はこれらをすべて無視した。3月17日に恩信を断ち、3月21日、通行、兵団司令部への移動のため敵中突破中に奏者を、受けその場で戦死したか、もしくはその後に、銀名水及び、双子岩付近にて副官と共に、拳銃自決したとも言われる。あるいは3月22日、 海エ砲放射器で固めをやられながらも、数人の部からと共に、最後の突撃を行い戦死したとも言う。また他の説に、伊予島戦末期に、日本軍に露革され使用された、M4 中戦車の話がある。接近してくる戦車に挨拶した、アメリカ海兵隊員が、いきなり銃撃を受けたり、戦場で合流した戦車から、至近距離で砲撃を受け戦車が複数大撃破。 されたりした後に、この M4 位戦車は撃破され、中から日本兵の死体が発見されたが、その中の一人が西ではないかとも言われている。しかし、西の最後の詳細は不明である。1973年のドキュメンタリー映画、伊洋島ではアメリカ軍の主流弾で戦死したとしている。万42歳没。最後と同様に死亡場所についても、 複数の説があるが、東海岸には、西大佐戦士の石踏みがある。戦士により、陸軍大佐に進級。墓所は、青山霊園。当主の死により、長男の西安則が男爵を執着した。西の後を追うかのごとく、戦士の一週間後の三月末、陸軍獣医学校にいた裏スも死亡している。西が死ぬまで話さなかった裏スの縦紙が、 1990年にアメリカにおいて発見され、現在では群馬鎮魂比のある北海道中川郡本別町の歴史民族資料館に収められている。西がロサンゼルスオリンピックで獲得した金メダルは、ウラヌスの定鉄などとともに、優勝額の形で、秩父の宮記念スポーツ博物館が所蔵している。西が愛用していた乗馬無知が、1964年に、 西の未亡人からアメリカの団体に譲渡され、当該団体の更新、LA84 ファンデーションが2021年まで所蔵していた。2020年東京オリンピックの開催を機会に、2021年7月末に西のひ孫に返還された。1936年ベルリンオリンピックが開催されていたドイツにて、ヒトラー・ユーゲンとの団員と交換した帽子を被る西。 性格は、至って応用、天真爛漫でさっぱりし、明るかったと生前に、交流のあった人々は証言している。当時から、スマートな美男子として有名であり、身長も当時の日本人としては高身長である175センチメートル。軍人ながら、髪は、海軍風の73に分け、他の青年将校と、同じく軍服は、 昭和の青年商工文化の影響を受けた派手なものを着用していた。趣味は乗馬のみならず射撃やカメラ、バイク、自動車、特にオープンカーを愛し、ロサンゼルス滞在中はゴールドのパッカードコンバーチブルを現地調達して乗り回していたという。また当時のアメリカの映画スター、チャーリー・チャップリン、ダグラス・フェアバンクスとメアリー・ピックフォード夫妻、 スペンサー・トレーシーらとの交友も話題となった。西の窮地の映画人で、伊予島しの時期には、アメリカ軍の情報将校として、グアムの第315爆撃航空団に赴任していた、サイバートレトリット陸軍大佐は、1965年に来日して、東京に西の未亡人を訪ね、安国神社において、西の慰霊祭を挙行した。生前の西は、 自分を理解してくれる人は少なかったが、ウラヌスだけは自分を分かってくれたと語っていた。なおウラヌスは体高が181センチメートルもある大きな馬体。性格はかなり激しかったらしく、西以外は誰も乗りこなせなかったという。ありがとうございます。